あ、だから武器だけ持って降りてきた。君の言葉がそのまま答えだよ、三つるぎ。上にはこんなものがあるからだ。6階ではこの種類の武器を使った消耗戦になる。だから俺は持ち運べるレベルの武器をワンフロア下へ下ろして陣地を作った。ここなら俺だけが使える分有利だ。エレベーターは昨日吹っ飛ばした。もうこのフロアに6階にある武器を運ぶ方法はない。そしてこのフロアの武器だけではこのバリケードを抜くことはできん。そうだ、ここが侵入禁止になるまでの残り時間があと9時間と少し。このフロアにいられる残り時間は9時間。とはいえ、それまではここは安全ということになるな。いや、大丈夫だ。残りは9時間で間違いない。敵は残り2人。例の少年か、あのワンピースの女性か、どちらかが死んだはずだ。そして我々は4人。ここなら守るにはたやすい。後になって6階上がることもな。
安心していい。ここは安全だ。できますよ。すまない、こっちに持ってきてくれるか。一応見張りはしなければならないからな。あ、そうですね、わかりました。用意できたら持ってきます。君は心配性だが、女性陣はタフなようだな。するとジョーカーはすでに壊れている可能性が高いということか。とはいえ、残る二人とは会わねばならんな。君たちの言う通りだとしても、この時点で博打は打てん。使わずに済むといいですね。俺も銃で撃たれるのは好きじゃないな。わかりました。この先は守ってやれる保証はないぞ。俺も自分の心配で手一杯だ。お前たちの場合、
どこかに隠れていた方が安全かもしれん。そうか。ならば仲間として言っておく。これを食べ終わったら少し休んでおけ。フラフラのお前たちと行動を共にする気にはなれん。時間は十分にある。そんなに隠し事が得意なつもりなんですか？私にはちゃんと分かってるんですよ。あなたが他人を裏切れるほど強くないってこと。それに、私、ミツルギさんになら、殺されても構わないんですよ。
じめはあなたに怯えていたはずなのに、あなたに殺されるんじゃないかって疑っていたはずなのに、それなのに今あなたの手にかかることを望んでる。こんなのおかしいですよね。私もそう思います。三剣さんには無事に帰ってほしいんです。あなたは私の信じたことを同じように信じてくださいました。だから私が帰るのもあなたが帰るのも同じことのような気がするんです。私には生きて帰ることを望んでくれている人はいません。三剣さんのように会いたい人もいません。だからあなたが帰るべきだと思うんです。私に似ているというその人のところ。矛盾ですか？はい、それも理由の一つです。私が望まないことをすることが裏切りなんです。私が三剣さんにそう望む以上、裏切りにはなりません。間違い？それは事実です。
私たちはどうしてこんな出会い方をしてしまったのか。二人で帰ることができたならどれだけ剣さん、私はそれでもここであなたと出会えてよかったと思います。私はあなたが好きです。私は よし！総一くん？なーに、さくみさん泣かしてんの？
調子が狂う。戦場ではこんなことは一度も思わなかったんだが。